フォーメーションラップ開始30秒前です。 グリーンフラッグが振られました。フォーメーションラップのスタートです。グリッドに収まります。電車グリッドに到着。整列完了しました。後方グリーンフラッグ振られて行きます。 注目しましょう。レッドシグナル。フラットメーカーさんとフォースとスウェーラが反応が遅かったが、どうだ。一歩に下も、いいと2列目。2番手でやはり佐藤が、佐藤垣野が6番手から V ションアップということで2番手に移動です。ボールフラッグ張られました。先頭は接触があった松本と小枝なんですが、松本が5番手、小枝が2に放った関係で、トップに浮上したのは後藤久志。その後ろが佐藤克弘、3番手に中村勝則です。後藤と佐藤が停止ボール、今4コーナー立ち上がってくる。90度コーナーから最終ビクトリーコーナーに乗るのが走った姿が間もなく見せます。 先頭は後藤、2番手に佐藤、3番手に中村、4番手ヒストに津田は、そして5番手が6番手サイド前サイドにヒストリーコーナーに入っていくんだがどうだ。松本を仕掛けるんだが、ここは無理。1号になりました。ここで、おっと、1台2コーナー高いで回っている。ギアがスライドしました。さあ、ナンバー99、1打です。単独スピン、再スタートは切られました。 小枝は現在7番手なんですが、2分24秒台です。なんとこれがスプリントレース2回目。前回はこの苦いレースでしたが、今回はいいレースがしたいという、いいレース見せていますよ。さあ、上位陣なんですが、 これだけ2分23秒台。早くもですね、添田がこのトップグループに追いつきました。スーパーから並びかける添田なんですが、どうだ、5コーナー。ピストンに繋がって、おっと、3コーナーで、どうだ、ピストンに繋がった。おっと、インサイド入っていく。 きました。ピストンに伝えて、バントに浮上。そして佐藤が5コーナーで青コーナーから。これで中村はレース脱落ということになりました。7周目の周回に入っています。茂木1.5チャレンジ決勝。それらが先頭2番手以下を早くも2秒3引き離しています。 さあ、それでは3コーナーで再び、やられたらやり返すといった感じ。佐藤と松本がやり合っている。松本はフロントに大きな打撃を負いました。立ち上がりのイン側のガードレーンヒットをし、そして今、4コーナーのグラブレーンに止まってしまった。ああ、松本今出てきましたね。 本人は無事です。列中仲間に助けられるという形になってしまいました。松本和之です。先頭で3コーナーに入ってくる2番手、3番手、4番手、5番手が1つのパットになりました。佐藤、ピストン、後藤、大谷です。 ラインのプレゼントを整理する選手が最終ビクトリーコーナーに入ってきました。
これで36分からランキング3位ですね。